本当に通通りり、というかです、ね、まあ、知ってる通りです、ね、ご飯はおいしくないですねイギリスに行けば中華料理食うしかないっていうのは旅行者がよく言ってるんですけどもその中華料理すらもですね何がまずいかなと思ったんですけども料理法が間違ってるのとあとこういう味にすべきっていう。 料理ののビジョンが間違ってるのとです、ね、<laughs> あと国民が間違ってるイギリス国民っていうのが食べるこということに関して何か間違ってると思 <laughs> <laughs> うのがあってです、ね、これはあのハリー・ポッターに出てくるんですけどもハチミツみたいなムースのパイっていうかケーキみたいなものなんですよ。でそれがね結構ね探してて今回ちょっと食べたいもの一つあったんで,で最後の最後で見つけて最終日で見つけてです、ね、食べたらですねもう本当に蜂蜜 だけを使ったですね。ケーキのスポンジの部分が全部蜂蜜の塊になってるやつですね。で、一口食べた瞬間に本当にね。なんかもう吐き気がするぐらい甘いんですよ。で、いい加減にしろと、あのよ。その国の食べ物、基本的にうまいまずいって言うべきじゃないんですね。口に合う口に合わないと言うべきであってですね。 世の中でまずいと言っていいものは、タロイモだけだって話なんですよ。サモア諸島の人たちは、タロイモを主食として食べてるから。あれもね、なんかサ、サモアの人にしては、美味しいんだから、まずいと言っちゃいけないと思ってたんですけども。何年か前にですね、あの大食いコンテストで,ですね、サモアの人たちと。 日本の大食いチャンピオンがです、ね、タロイモを食うっていういやったんですね。だから日本のチャンピオンがブチギリで勝ってです、ね、でサマーの人に「なんでですかサマーの人タロイモ好きじゃないですか」って言ったら「あんなもん誰が食うか」う「うちの島は貧しかったからタロイモを仕方なく食ってたんであってあんなもん誰が食うか」って言ってた「あそうかじゃあタロイモは全世界まずいで OK だ」とで同じようにです、ね、イギリス料理もです、ね、かなりあのイギリス人もです、ね、あんま美味しいって思ってなくてですねあのなんだろうな これは僕が聞いた話なんですけどもあのやっぱりイギリスのエリート階級が行くです、ね、ケンブリッジとかです、ね、オックスフォードとかの寄宿舎ではです、ね、食い物にうまいとかまずいとか言っちゃいけないというです、ね、あの教育をやってるものであまり食文化というのが開かないっていうふうに言われてるんですねで、まあ、あとはそのイギリスも本当に階級が上がれば上がるほど自宅で食べなくなってくるんで,ですね。で クラブラウンジっていうのはケンブリッジクラブオックスフォードクラブっていう大学のクラブもあるしあとまあ銀行家ばっかりが入るクラブというのもあるんですけども何、あのー、でしょう「80日間世界一周」っていうです、ね、あのコナン・ドイルの小説を読んだら冒頭の方にです、ね、そのクラブの説明が出てきますからそれを見ていただけばわかるんですけども大体紳士階級が行く紳士階級っていうのもね まだこれ解説解説どんどん長くなるねもういいや喋らせてねとりあえず俺 <laughs> イギリスの飯の文句を言いたいからあのレディー・サンド・ジェントルマンっていいじゃないですかこれあのイギリスから始まったジェントルマンジェントルマンってのはジェントリー階級ということで産業革命以降、えー、貴族が没落したとで貴族が没落して本当は貴族の皆さんみたいな語りかけをするはずが貴族よりも、えー、商売やってる金持ちの方がお客さんとして多くなってしまったと。 なのでそういう人たちのことをジェントリー階級といった一昔前のイギリスというのは貴族と一般の人に分かれてて貴族っていうのは土地を持ってるから例えばウェールズ地方を持ってる人はウェールズ博とかさウェールズ公というふうに言われるわけじゃんそういう労働階級と労働って王様階級とあと庶民みたいに分かれてたんでねその庶民の中から、えー、商売してる人たちがどんどん上がってきてで銀行とかを運,用運営するようになったと銀行とかで働いてる人はやっぱり貴族からしたらし 庶民なんだだよね。だって働いてんだもん。だも働かなきゃいけない人っていうのは本来こんなクラブに入ってきちゃいけないとかさあの本来この王様とかの前に出てきて越見してはいけないっていう考え方があったんだけどもそんなことが言ってられないぐらい産業革命以降貴族階級が没落していって荘園とかいっぱい持ってても農産物が取れるだけとところが庶民の方はガン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 工場とか増やしていってだん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 没落する貴族が増えてきてでジェントリー階級っていう。 まあ、しょうがないから一般市民の中で働くような下手なことをやってるやつでも貴族みたいな金持ちのやつはジェントリーという階級にしてしまえとだからジェントリーのおっさんたちをジェントルマンというふうになったんだけどもその,、えー、そのジェントルマンの人たちが来るようなジェントリー階級つまり銀行の頭取以上だよ、ね、あとんだろう経営者以上経営者っていっても普通のちっちゃい会社の経営者ではなくて本当に大会社の経営者以上が ジェンントルマンなんだでそのジェントル階級とかが入ってるクラブっていうのがまあロンドンの各地にいっぱいあってそれは部屋一つのクラブもあればビル一つまるってクラブもあるでそこに行って80日間世界一周で書いてあるんだけども朝から夜までずっといるんだよ。だかあのジェントルマンっていうのはさ家にいないんだよね基本的に。朝から夜までずっとそのクラブにいてで朝ごはん食べて昼ごはん食べて,晩ご,食べて晩ごはん食べて帰るんだよね。なので 家庭料理っていうのがそれはなくて当たり前で家では奥さんやなんか子供たちはご飯食べてるかもわかんないんだけどもジェントルマンっていうのは家で基本的にあんまご飯なんか食べないわけだよね。でまあまあまさか周囲なるのかずっとそんな風にクラブラウンジで過ごすわけではないんだけどもその80日間世界一周はその19世紀の イギリスの一番クラブサロンが盛んだった時代だったので本当に朝から夜までみんなそこにいてずっとトランプやってでイン,ドインドにできたあの会社に投資しようかってみんなボソボソボソ,ボソ話の書いてるんだけどさまあそんな流れがあるもんだからそのクラブの料理も何だろうな珍しいインドの香辛料を使ったとかさそういう程度のものしかなくてもう本当に 美味しいい話が出てこないんだね。まあ、シャーロック・ホームズにもあんまおいしいご飯出てこないしさ80日間世界一周で80日間で世界一周しながらもほとんど飯の話が出てこないというですねとんでもない本なんだけどもまあそんな国だからですねご飯は一応ですねあのネットで見てですねイギリスで一番おいしいフィッシュチップスとかですねロンドンで一番おいしいです、ね、パイとか食いに行ったんだけどもまあ東京とか大阪の方がずっと条件的には いいんじゃないのかなというふうに思いました。それでも最近美味しいんでしょう。ううんとね、最近ねプラタマンジェっていう、えー、とねローソンというかなドトールみたいなチェーン店が出てきて、そのプラタマンジェが一応和食とかサンドイッチとかいろんなものを ホットモットみたいな感じで置いてんだよね。それを持って帰って食べたらかなり美味しい。でも、今ね、旅行書見たら一番美味しいのは、えー、パン屋でパン買って、肉屋でソーセージとかハム買って、ホテルでサンドイッチ作って食べることだって書いてるぐらいだから、<laughs> 今も料理はそんなもんです。